二子玉川公園二子玉川公園は東京都世田谷区玉川にある世田谷区立の都市公園である再開発事業である二子玉川ライズに隣接して整備され国分寺が気仙の緑と玉川の水辺に接する震災時には避難民に1万人を収容し応急仮設住宅132戸の建設を想定している工事費は概算で約17億5000万円 AB 区立二子玉川公園基本計画世田谷区2020年2月8日閲覧二子玉川に避難民に1万人仮設132戸を想定した公園ケンプラッツ日本経済新聞 https://www.nickey.com スラッシュアーティクルスラッシュ tgxnasfk3001 は 191a830c100 万2020年2月8日閲覧二子玉川公園オープン会有識の日本庭園防災設備も充実日本経済新聞 https www. 日経 .com アーティクル弱心層53787180 z l a c 1 3 a 4ル8 2 0 0 0 2020年2月8日閲覧二子玉川公園が広がりました世田谷区2020年2月8日閲覧ありがとうございます